半和電気鉄道。半和電気鉄道は、昭和初期の関西の鉄道会社。現在の JR 西日本半和線を建設した。1926年に設立され、路線免許交付は1923年、1940年に南海鉄道に合併された。営業不振や政府の交通政策などの事情ゆえに、 会社法人としては短命であったが、戦前の日本一早い電車である大阪和歌山45分ノンストップの超特急を運行したことで、日本鉄道史上一種の伝説的存在として記憶される。京阪電気鉄道は大正昭和初期にかけ、岡崎国助、第3代、大田光弘氏、第4代と二人の社長の下で有力政党、 立憲声優会との関係をバックに大幅な拡張政策をとり近畿一円に一大電力コンセルンを形成した。その一環として和歌山進出を目論み、1922年には和歌山県内の有力電力会社であった和歌山水力電機を買収して自社の和歌山支店とした。そしてこの延長線上で従来南海鉄道南海本線のみが通じていた。 大阪和歌山間でこれに並行する新しい高速電気鉄道の建設計画に資本参加したのである。この電鉄路線計画はもともと和歌山以南の紀伊半島沿岸を自社航路の勢力範囲とし来るべき将来における国鉄規制線の全通で打撃を受ける大阪商船南海鉄道だけでは地元の将来的な潜在貨物油需要を まかないきれないと判断した先週地域の免業資本家、大阪方面における安定的な電力消費先を欲していた大手電力会社の宇治川電機、あとの関西電力、それに和歌山の有力者たちが合同して立案したものであり、最初の出願は1919 19年に行われている。京阪の正式な参加は、建設計画が本格的に具体化し、 会社が設立された1926年4月24日後のことであった。もっとも1920年の原外閣による南海鉄道国有化失敗後、この案件に仲介役として介入していた京阪は、半和電鉄の出願者グループと緊密な関係にあった。そのため、半和電気鉄道線の免許取得にあたっては、政治的な工作をこのグループから依頼されており、 単純な株式引き受けにとどまらない複雑な経緯を経た末の資本参加であったことが伺われる。低班の企業参加に際しては同社による和歌山方面の電力供給が約束されたほか同社技術陣の派遣も行われている。他の設立メンバーには鉄道経営の経験者がほぼ皆無であったことから実際の鉄道建設は 軽半系のスタッフにその多くが委ねられることとなった。当初は新軽半線同様の規格で高速運転に有利な 1435mm 機関での建設も考慮されていた。この当時、鉄道省は南海鉄道の買収に失敗し、また同線に並行する大阪和歌山間を結ぶ小線の新規設も折からの財政難で不可能となっていた。このため、 建設中の国鉄規制線は路線を変えて半ば中に浮く事態となった。それゆえ、渡りに船とも言える内容を備えた、この半和電鉄の申請に、対、鉄道省は将来の国家買収を視野に入れた、付帯条件を付けて免許を交付した。この結果、半和電鉄線は必然的に国鉄と同じ線 67mm 期間で建設されることになった。この選択は、 国鉄からの貨車直通、さらには当時建設が進行していた規制線への直通をも可能とするもので、その点では営業上有利であった。既存の南海鉄道が大阪湾岸の奇州街道及び行師、腰街道沿いの都市を経由したのに対し、半和電気鉄道はそれより、やや内陸寄りの農村地帯に付設され、極力直線的なルートを取り、高速運転に適合した。 線路設備が整えられた。また、泉山脈越えでは、南海が避けた奇襲街道のオスの山峠越えを、選択し、距離の短縮に努めている。河川電圧も、路面電車並みの低圧な直流6 0 0トであった、南海に対し、当初からより効率が良く、高速向けの直流線5 0 0 v とされた。電力については、開業の段階では、大阪方面は、 宇治川電機から、また、和歌山方面は、京阪和歌山支店からそれぞれ供給を受けた。しかし、国鉄線との連絡という付帯条件によって、大阪側起点用地の確保は、困難を極めた。当初は、大阪市南区木津大国町、現、何区大国1.2丁目、今宮駅の南東付近を予定した起点は、都市部ということもあって、用地買収に難重し、 最終的に、旧、南大阪電鉄が取得し、当時大阪鉄道、二代目。後の近鉄南大阪線の前身が所有していた、国鉄天王寺駅駅舎東側、ホーム北側の第一条に確保された。だが、この起点決定により、半和電気鉄道線には、鉄道省上等線、関西本線、大阪鉄道本線、それに、 南海平野線の四つの既存鉄軌道を立体交差する必要が生じることになった。そのため、線形維持の必要性もあって、南田辺以北の約 2.7km の区間において、高架構造の採用を強いられた。この高架橋は、大正時代末期以降、日本でも採用例が見られるようになった鉄筋コンディート製で、八角形の 断面を持つ橋脚を一部に採用するなど、特徴的な衣装を備え、大林組の思向になるものである。大林組はこれ以前に、関西の鉄道用鉄筋コンクリート降下橋の講師となった、新京阪鉄道天神橋駅付近の高架工事や、奈良電鉄桃山御陵前周辺の高架工事などを、手がけていた。1929年7月18日、半和天皇寺、 現、天皇寺泉府中館と大鳥半和浜寺、現、東五郎も館で、部分開業。翌1930年6月16日、半和天皇寺半和東和歌山、現、和歌山館を全線開業した。なお、当初の計画では、浜寺支線、1926年3月4日、免許出願と同時に、小川支線、 山口小川間8マイル40チェーンが単線で出願されていた。しかし、財政難から未着工のまま南海合併後まで棚上げされ続け、太平洋戦争開戦に伴う資材不足で本線の運行維持さえ困難になり、建設の見通しが全く立たなくなったことから、結局1942年7月28日付で免許執行となっている。 1929年の開業当初より、狂気鉄道の電車としては当時日本最大級の強力な全高性電車を投入し、高速運転を実施した。大出力モーターを装備した大型電車によって、線形の良好な高規格新線で高速運転を行う、という米国のハイスピードインターアーバン、高速都市間連絡電車流のコンセプトそのものは、1927年に、 開業した京阪電気鉄道傘下の新京阪鉄道、現、阪急京都本線と共通のものである。米国のインターアーバンは自動車に押されてすでに水帯期に入っていたが、シカゴ都市にの直通のために線形や車両規格の改善を図ったノースショアー線、サウスショアー線など大都市近辺の路線を中心に路線や車両の高規格化を行って、 生き残りを図るケースがあり、これを見習ったものと考えられる。主力車となった全長19メートルの大型電車も400系、もた300系等は腰高で屋根が高く、窓も小さく、さながら走行車両を思わせる物々しい外観を備えていた。実際に極めて頑丈な構造で、電動車では高招値で47トンから48トンもの超重量級に達したが、 電動車一両で6 0 0ット、802本馬力の大出力は、それを補ってあまりあるものであった。この系統の電車群は1937年までに合計48両が製造されている。その電装品は、東洋電気製造製の国産品で、当時の電車用としては、日本最強クラスの定格出力149.2。 キロワット200馬力を発揮する大出力モーターをはじめとして、極めて高度な仕様であった。また、自動空気ブレーキは、アメリカウェスティングハウスエアブレーキ車、WH 車、あるいはとも、現オウォーブテック車の設計になる、長大編成対応ブレーキを特に採用。当時の日本の電車が通常でも最長4両編成程度が、限度だったところ、 半和では6両編成以上が可能であった。これらのスペックは、期間の相違はあったものの、新京阪鉄道が開業時に投入した大型大出力電車 p 6系 d 1 0 0系と概ね共通で、経営、技術両面における、京阪の影響の強さを推察できる。当時としては、未曾有の優等列車の超高速運転を実現するため、 電車自体の性能強化以外にも可能な限りの工作が講じられていた。この高速電車の性能を十分に活かすため、軌道設備も現在の大手私鉄幹線と同等の5 0グラマイメートル相当の重0機上3 7ラムレールを使用していた、当時の国鉄東海道本線以上という破格の高水準とし、輸送密度の関係からか河川へのコンパウンドカテナリの 導入こそ見送られたが、それでも、通常構造ながら重い河川を用いたシンプルカテナリが採用され、最高速度が時速 100km を超える高速運転への備えは万全であった。また船内には貨物列車も運行されることになったが、電車列車のダイヤ蘇生の障害とならないよう、専用機関車として、俊足な本専用電気機関車、 ロコ線形を新規に開発した。そしてこの機関車が牽引する貨物列車は、後発の電車列車に追いつかれないよう、軽量な大変性による高速運転を行って対比可能駅に逃げ込ませることを運用の前提としていた。和歌山までの開業当初は、半和天王寺半和東、和歌山間の 61.2km を、急行、途中大鳥駅にのみ停車が65分。 直通、普通列車のうち半和天王寺半和東和歌山の全区間を走行する列車が8分で結んでいたが、同年10月のダイヤ改正で、急行55分、直通75分に短縮するなど、スピードアップを積極的に行った。その後も、路盤の安定に伴って、スピードアップを繰り返し、1931年7月に半和天王寺半和東、 和歌山間をノンストップ48分で走破する特急の運転を開始した。この特急は1933年12月20日改正でに半和天皇寺半和東和歌山間45分運転へスピードアップされ種別を超特急に改める。この時の表低速度時速 81.6km は営業運転される。 定期列車としては1950年代以前の日本国内最高記録で戦後に国鉄特急小玉号が東京大阪間6時間40分運転標定速度時速 83.46km を開始した1959年まで実に26年間も破られない超絶的レコードとなった。同時期日本資本で経営されていた南満州鉄道の 著名な特急列車、アジア号、1934年運転開始は、蒸気絶車牽引の客車列車ではあるものの、標準記路線での運転で、表低速度時速 82.5km で、あったが、半和町特急は、狂気線ながら、それにも匹敵する水準に達していた。半和電鉄の線路条件は、概ね直線で、良好であったが、県境の山中県駅付近には、 急行バイク間急曲線があり、振り子式車両、車体傾斜式車両のない当時としては、平坦区間で極限の高速運転がなされた。半和間45分運転を行うことは電車にも大きな負担をかけ、駆動歯車は挙手状になるほど消耗したという。半和電鉄の認可最高速度は、当時の国鉄同様時速 95km だったが、 現実にはしばしば時速 120km 時速 130km にも達する速度違反が行われていたとも言う。もっとも監督官庁が鉄道省であった当時、仮に国鉄線以上の速度で申請を出しても認可は得られなかった。当時の反話では乗客へのサービスのため、反話天王寺駅では発車時刻になっても改札に客がいる場合は発車を待たせ、 遅れた客を乗せた上で発車させるようにしていたが、それでも帝国に東和歌山駅に到着させることが言明され、乗務員は実際に回復運転を図って定時到着させていた。これは高規格な軌道と大出力電車の高性能に追うものであり、安全上での一応の余裕はあったが、恐るべき暴走ぶりであった。また年頃の同社の営業案内には、 最高時速は 120km で日本一の快速電車であると記されている。古い時代の鉄道では営業運転での最高速度でなく実際に達することのない設計、計画最高速度を PR に使う古代広告のケースがまま見られた。例えば南満州鉄道のアジア号について時折語られる時速 160km という最高速度も 実際の営業運転では到達しておらず、時速 130km が最高であったが、半話では一見学面のみの最高速度を表示しつつ、実際にもそれだけの超過速力を出していたもので、半話の徹底したスピード主義を読み取ることができる。古く、明治時代に、軌道条例軌道法準拠で改良して、低速運転を強いられながら、監督官庁の目をかいくぐって、 無許可の高速運転を観光した阪神電気、鉄道や京浜電気鉄道以来、特に戦前の関西私鉄各社では、この種の速度違反が日常的に行われていた。阪和電鉄の手本となった新京阪線でも、途中の速度制限などから逆算すると放棄を守って、いればれない、所要自分の長久を運行するなど、是非は別として、阪和だけが違反に手を染めていたわけではなかったのが、 当時の実情であった。ノンストップ列車が超特急となったことで、特急は一旦消滅したが、1935年10月1日に、国鉄和歌山線と半和電鉄線の交点に、半和中の島駅、現、紀伊中の島駅が移設され、和歌山線のガソリンカーと連絡する超特急と、急行のみ同駅に停車させるダイヤ改正を行った際。 所要時間が48分に伸びた超特急を特急と改めることで復活した。その後、同駅への停車は1937年6月改正をもってすべての特急、急行が停車するようになった。半和電鉄では他にも多種多様な列車種別を使用していた、詳細は駅一覧表を参照があった事業者に類のない種別として自家級というものがあった。 これは直通、急行を意味した種別で、準急が起点側で、速達運転、終点側で、各駅停車であったのとは、対照的に、自家急は、起点側が、各駅停車、終点側が、速達運転であった。元来阪和電鉄では、全区間を走破する普通列車を、直通と呼称しており、1936年改正で、それまで、阪和天王寺阪和岸和田 現、東、岸和田間の区間運転であった普通列車の一部を、半和東和歌山ま延伸して、直通とした際に、延長区間を、急行運転としたため、先述した停車パターンの列車が生まれることになった。しかし、翌年6月の改正で、自家級は、元の半和天皇寺半和岸和田間の普通に戻さた、ため、この種別は短命に終わった。即達運転をした。 臨時列車には、半和浜寺、現、東羽衣駅までノンストップの臨時急行、後日や春季、秋季の降落シーズンに運転されたハイキング列車などがあった。在来路線である南海鉄道は、新興勢力である半和電鉄の開業に対して危機感を持った。半和電鉄の建設計画が持ち上がると、早くも南海は1923年から、 対抗策として、電車としてはそれ以前に、日本で洗礼のない豪華な急行列車を、大阪南場和歌山市間に運転開始する。これらは新たに開発した、電7型、電付6系、電7系。後にも波線1型などへ解消などで構成される4両編成で、これらの車両のうち、第6編成までは、船舶などと同様に編成ごとに、沿線の名所跡にちなんだ、何は、 和歌、住吉、浜地、大浜、丹野和という固有名称が与えられていた。この便7系は、扇風機付きの喫茶、優等室を備え、便所も完備するなど日本における本格的な長距離、電車列車の行使といえる存在である。だが、大阪和歌山間程度の距離では、むしろスピードに注力する方が、現実的であった。このため南海は1929年。 半和模様も他社にも被験する出力800馬力20メートル級の大型高性電車、電球系、後も派2 0 0 1系を開発し、電7系に変えて南海本線の優等列車に投入した。しかし、当初より都市間高速連絡輸送を機として線形が決定された典型的なインターアーバンであった半和電鉄に比し、南海本線は明治時代に 沿線集客力を重視して、街道沿いに既存集落を縫うように建設された経緯から曲線や踏切が多く、走行条件ではかなり不利であった。電球系の性能をもってしても、南馬和歌山市間所要は60分程度が限界であった。そでも、半和間48分ノンストップと広告したほどの高速運転を行って挽回しようとしていた。このため南海は、 車両のアコモデーション改善を図るなど、主に接客サービス面で繁和に対抗した。その顕著な例としては、1936年に日本の私鉄初の冷房電車施策に挑戦した事例が挙げられる。電動冷凍機を改造した巨大な車載冷房システムを大阪金属工業、現、大金工業で製造し、区千2 8 0 1二2 8 0 2号車に試験搭載。 南海本線の特急、急行列車に投入した。電力消費が膨大という問題はあったが、乗客から大好評を博した。翌1937年夏には2001系、電車2両編成4本が、冷房装置装備となり、冷房特急、急行の頻発を実現している。冷房車は大人気で、南馬駅では先発の冷房なし電車を見送ってまで、 後発の冷房電車に乗り込む乗客が続出、非常な混雑となったという。このような事例に限らず、1930年代を通じて、半は南海の両社は、大阪和歌山間直中の優等列車を頻発させて、派を競ったが、輸送需要に比して過大な供給状態であった。両社は、大阪近郊の人気行楽地、 浜寺海岸でも激しい拡築を繰り広げた。大鳥から分岐する半和線東羽衣支線は、浜寺への行楽客輸送も狙って建設された路線である。海水浴シーズンになると、半華、南海両社とも、南波、天王寺の各ターミナル駅から臨時列車、特に半和のものは、ノンストップ運転だったを設定し、往復割引の乗車券も販売した。 そして浜寺海岸では、両社社員による熾烈な呼び込み合戦が繰り返され、ついには、お互いの社員による取っ組み合いの喧嘩沙汰にまで至ったという。当時、半和電気鉄道の半和浜寺駅、現、東羽衣駅から浜寺海岸へ行くには、南海本線羽衣駅近くの踏切を横断する必要があったが、これに対して、南海ではわざと同駅を発車。 通過する電車をのろ運転させ、踏切を、開かずの踏切にさせるという、いささか陰湿な手段まで繰り出したとも言われる。この構想の背景には、半和と共同で、半和浜寺海水浴場を開設した、大阪朝日新聞社と、南海と共同で、大前浜寺海水浴場を開設した、大阪毎日新聞社との確執による、代理戦争的なものもあった。 この構想を経て、阪和と南海が合併した1940年以降の一時期には、下記に大阪、市内から浜寺への定期券を購入すると、定期乗車券の経路に関わらず、南海南場、阪和天皇寺以外にも、高野線潮見橋駅や、半海線から浜寺、羽衣への利用を可能としたサービスを行った時期も、あった、出店、関西の鉄道19号、 戦後も、一時期南海は、国鉄との対抗上、天王寺支線天王寺駅から、浜寺公園駅への臨時急行を運転したことがあった。両者は当時存在していた、春木競馬場への競馬輸送でも互いに競争をしていた。先に仕掛けたのは、阪和電鉄で、1930年の11月の秋、競馬に合わせて、最寄り駅の久米た駅に急行を臨時停車させ、 半和天皇寺、久米玉を20分で結んだほか、運賃を2割引きの60銭とするなど積極策を講じた。南海は、久米た駅よりも、さらに競馬場に近い春木駅を用していたが、半和の構成にはご手に回り、翌1931年の秋競馬に、南馬駅、春木駅間のノンストップ急行を臨時運転することで応戦した。 半話はこれに対抗するため、同年の臨時運転では、特急をも臨時停車させているが、翌年以降の臨時停車は急行のみに戻り、また、列車の増発によって臨時設定が難しくなったことから、急行の臨時停車も減少していった。春木競馬場への観戦客輸送は、半話が南海と合併した際に、南海本線での輸送に一本化することとなったため、南海、 山手線での競馬輸送は取り留めとなった。その後の南海山手線の国有化で国鉄半和線になった際にも競馬輸送は復活せず、春木競馬場も1972年に廃止された。大正末から昭和初期和歌山県内では規制再生の建設が難進する過程で和歌山県南部の南紀地域が新たな観光地として 開拓され始め、南紀の継承地である白浜温泉が注目されることになった。そこで、当時の鉄道省大阪鉄道局は、阪和間を走る南海と阪和の両者に、鉄道省の客車を使用して、大阪から規制再生へ直通する南紀観光列車の運行を打診した。阪和はこれを受諾したが、南海は自社からのみの直通を希望し、難色を示した。 このため直通運転は早期実施を求める世論もあって、当初は半話単独で行われることになった。直通運転は1933年11月4日より開始され、公募によって黒潮号と命名された。当初は規制再選が聞いた鍋止まりのため、地元の名工自動車が白浜までの連絡バスを運行したが、 1933年12月には、帰省再線が、キーと大駅まで延伸。黒潮号も白浜温泉の玄関口である、白浜口駅、現、白浜駅へ足を伸ばした。半和電鉄線内では、ノンストップ調特急と同様に45分運転、帰省再線で、も東和歌山、白浜口間ノンストップで2時間9分運転、上り列車に関しては、キー田辺に停車して、 所要2時間12分という、急カーブが多くなおかつ当時ローカル線規格であった、道路線の無視機関車列車としては、限界いっぱいの運転が行われ、天王寺から白浜口までの170キロメートル弱が3時間で結ばれた。1934年11月17日からは、南海鉄道南馬駅発の黒潮号も運転を開始し、 両社から直通の客車が東和歌山駅で併結され、共に白浜へ向かうようになった。また、この改正で新たに日曜列車、平日列車と呼ばれる南紀直通列車が増発され、18日日曜、19日月曜よりそれぞれ運行を開始した。両列車は1935年3月29日の木椿駅、現椿駅延伸で同駅まで、 運行区間を延長したが、1936年19月30日の、すさみ駅延伸の際には効率化のため、白浜口駅で、半は、南海直通客車を切り離す運用に付加されている。土曜に、大阪を発車し、日曜に帰ってくる黒潮号は週末旅行に、最適で、当時の関西方面の人々から大好評であった。しかし日中戦争の勃発により、 このようなリゾート列車は、普及不要の贅沢とされ、黒潮号の定期運行は1937年12月のダイヤ改正で廃止された、季節臨時運転は継続。日曜列車、平日列車も統合され、半和天王寺駅、南馬駅すさみ駅間一を往復に削減された。1938年9月7日の、規制再選行10駅延伸の際には、 往路4列車が白浜口行き、袋5列車が高重発に変更され、半は南海直通客車は再び白浜口までの運行となった。その後、1940年8月8日の帰省中線編入で運行区間が新宮駅、木域駅、現、熊野市駅までへ延長され、本数も3往復に増発されたが、この時点で、 すでに半和電気鉄道の南海併合、工術が決定していたこともあり、乗り入れは半和のみで南海との直通は廃止された。半和電鉄は海岸部を走る南海鉄道に比べると内陸の人口気迫な地域を走るため、区間輸送需要に乏しく、また和歌山は京都や神戸に比して都市規模が小さいことから、両者は少ない直通客を取り合うことにもなった。 結果的に後発のハムアの経営基盤は常に不安定であった。乗客が伸び悩んで新車の投入資金も調達できなくなっていたため、室戸台風からの復興期や、前日の浜寺海水浴場海水浴客への海水浴客で多数混雑する下記には、鉄道省、後の国鉄や大阪電気機動吉野線から車両を借り受けて運行を行っていたこともあった。 それでも1938年上半期決算からは、それまでの累積赤字を営業努力によって解消させ、株主への利益配当を行うようになっていた。しかし粉飾決算疑惑なども取り沙汰され、1937年には当時の社長、木村清が自殺するなど、経営面の混乱が続いた。そしてついには、京阪電気鉄道が半話から手を引くことになる。 1940年10月には、規制再選が、孤立線区の規制中線に接続して、木域元、現、熊野市にまで延伸され、直行列車は、天王寺新宮間263キロメートルを6時間フラットで、走破した。しかし、同年12月1日、阪和電気鉄道は、南海鉄道に九州合併され、同社の山手線となる。これは両社を合併させることで、 規制再選への直通列車に関するダイヤ改正交渉を一元化できる鉄道省や1938年に交付された陸上交通事業調整法に基づいて過度な競争を抑えて軍事輸送を強化したい国の意向によるものであった。この時国としては半和電鉄買収の意思もあったが1940年の時点では実現しなかった。 阪和電鉄線は高規格であるため、買収費用が高額となることが予想された。また、当時日中戦争の戦費確保が優先されていたために、買収資金調達のための国債発行も困難であった。このような事情から買収が見送られ、代わりに南海への合併という形で当座の措置とした言われる。ほどなく、日本は太平洋戦争に伴う、 戦時体制に突入したが、南海は輸送量増大と国士が原因の車両故障多発に応じ、山手線には優先して新造車や人員を投入した。また利便性を考慮して、1942年2月15日には、高野線と山手線の交点に、三国川岡駅を設置している。古くから繁華間の独自ルートを気球していた、鉄道省はこの時勢に常時、 県案であった南海山手線の買収を決定した。南海からの反発も廃され、山手線は1944年5月1日、戦時買収により、国有化、国有鉄道半和線となった。なお、南海鉄道は、同年6月、関西急行鉄道と合併して、近畿日本鉄道となった。近畿日本鉄道は、その後1947年に、 旧南海鉄道の営業路線については、南海電気鉄道に分離している。戦後、南海電気鉄道関係者から半話線の変換運動、また旧経営陣や沿線住民、特に南田編、東和歌山駅近辺から、半話電鉄再興運動が起こされたが、いずれも実現しないまま現在に至っている。また、帰省本線沿線、特に三重県うど村等からは逆に、 これら阪和線の催眠営化に対する反対運動も起こった。阪和電気鉄道の路線は前日のように現在の JR 西日本阪和線となっているが、駅名の中には前日のように阪和などの社名を冠したものがあり、それらはと国有火事にそれぞれ解消が実施されるとになった。また、それ以外にも国有火事には私鉄風であって国鉄には馴染まないとされた駅名も、 解消されている。下記に、その詳細を記す。高速運転を期して、あらゆる面で高規格に建設された鉄道であり、車両の水準も高く、特に電車群は、昭和初期における、日本最高水準の性能を誇っていた。機関車に形式も珍しい特徴の多い車両である。詳しくは、半和電気鉄道の車両を参照。半和電気鉄道から、 国鉄繁華線、JR 繁華線と名を変えた今も、繁華と名乗るものが残っている。なお、繁華電気鉄道の子会社で、住宅地を開発した繁華工業と同名の繁華工業、東証一部上場を大阪市中央区に存在し、またかつて繁華銀行という第二地方銀行が存在したが、以上の各社は繁華電気鉄道とは関係ない。堺市駅。 モズ駅の例はそれぞれ、堺井駅、堺井東駅、中モズ駅と見分けやすくする目的もある。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。